はいどうも、大谷です。本日はですね、5つの欧州和法というテーマで動画の方をお送りしていこうかなと思います。はい、まあ欧州和法多分聞いたことある人もいると思うんですけれども、まあない人の方が多いのかな、ちょっと分かんないんですけれども、まあ欧州和法の方ですね、まあ今回しっかり解説していきますので、はい、まあ聞いたことある人もない方もない人もですね、まあ、ぜひ最後までご視聴いただければなと思います。はい、で今回の動画の対象者に関しましては、クロージングが苦手な方ですね。はい、まあ、これ後ほどね、解説するんだけれども、基本的に営業って4つステップがあって、まず信頼関係を獲得と、で次ヒアリングをしていって、次プレゼンテーションを打っていって、ラストクロージングですよね。はい、でこの最後のプロセスで使うのが今回の欧州和法なんですね。はい、なのでクロージングが苦手とかね、お客様の反論をしっかりとこう処理できないみたいな感じの方、そういった悩みがある方はですね、まあ、最後までご視聴いただけるとかなり有益な情報がこれ以降ですね流れてきますので、いいんじゃないかなと思います。はい、まあ、ではですね、もう早速本題入っていきましょう。はい、じゃあ欧州和法とは一体何なのかってところをですね、詳しく解説していきます。欧州和法っていうのはですね、顧客の反論を処理するための営業トーク、まあ、これが欧州和法と言われるものなんですね。はい、じゃあ反論って一体何なのかっていうとですね、買わない理由の申し立てのことですね。はい、まあ、例えばですね、クロージング時いかがですかって言った後にですね、顧客って、まあ、いろんな理由をつけてですね、その買わない理由っていうのをこう申し立てするんですよ。はい、まあ、例えばこんな感じ、検討しますとか、お金がなくてとか、忙しくてとかね、あと他社と比較したくてとか、まあ、様々な理由をですね、まあ、つけて、その買わない理由をつけて、買わない理由を言って先延ばししようとするんですよね。はい、今すぐ決断したくないと、まあ、だから一回家持ち帰らせてくれみたいなことを言うわけですよ。はい、まあ、今回はこれをこのような反論っていうのをうまい具合に処理していくための方法をお伝えしていくという感じですね。はい、なので図にするとこんな感じ。はい、お客様の反論がありましたと、で欧州和法で、まあ、戦いますと、でまた反論出てくるんですよね。でその反論をまた欧州和法でこうやっつけていくと、で最終的にこう契約になっていくみたいな感じですね。だから反論とこの欧州和法を繰り返していって最終的に契約になっていくみたいなイメージでございます。なのでこの欧州和法ってかなり重要になってきますので、まあ、ぜひですね、集中してこれ以降も聞いていただければなと思います。はい、まあ、ではですね、5つの欧州和法をもうお伝えしましょう。結論から言うと、これについて、この5つの欧州和法についてお伝えします。はい、1つ目イエスバット和法、2つ目質問和法、3つ目例和法、4つ目聞き流し和法、5つ目否定和法というですね、この5つについて今回それぞれ詳しく解説していきます。ではまずですね、イエスバット和法からいきましょう。イエスバット和法はですね、多分聞いたことある人多いと、まあファンも多いんじゃないかな、イエスバット和法に関しては。まあかなり使ってるって人も周りに多いと思うんだけれども、まあ、イエスバット和法っていうのは、まずそうですよねっていうふうに肯定すると。で、そこからしかしという形で自分の主張を伝えていくっていうのがこのイエスバット和法になります。はい、で図にするとこんな感じで、まず肯定をすると、相手の意見を肯定して、で最終、それから自分の主張を伝えていくという形なんですね。これがイエスバット和法になります。はい、でイエスバット和法のメリットなんですけれども、反論を肯定することで安心感を与えることができるということなんですね。はい、で後からですね、その自分の主張をしてもネガティブな印象にならないっていうメリットがあったりするんですね。はい、だから顧客の反論があるじゃないですか、それを真っ向からですね、いやいやとかって言っちゃうと、これネガティブな印象をこう持たれてしまうわけですよね。しかし顧客の反論をですね、ワンクッション入れて、そうですよねっていう風にちゃんとクッション入れていって、その後しかしって言って自分の主張を伝えることによって、この主張がですね、そのネガティブな印象にならないわけですよ、マイルドになるわけですね、というメリットがあるのがこのイエスバット和法です。でちなみにですね、これ以降でお伝えする欧州和法に関しましても、全て大体最初はですね、そうですねって肯定入りますので、まあ、ここしっかりとですね、ちょっと理解というか知っておいてくださいね。はい、じゃあ具体例いきましょうか。はい、で具体例としましては、じゃあ例えば僕がね、あなたに営業コンサルティング、まあ、営業コンサル、まあ、つまり営業のノウハウみたいなところをのサービスを販売しているとしますね。まあ、これ、これ以降も出てきますので、ちょっと覚えておいてください。はい、僕、営業コンサルタントで、あなたがお客さんね、っていう体で、僕、ちょっとこの欧州和法、イエスバット和法を使ってみますね。はい。で例えば、あなたが忙しくてって言ったとしますよね。はい。まあ、これ、反論なわけですけれども、その時にですね、そうですよね。で、まず、ワンクッション入れるんでしたね。はい、ワンクッション入れて、しかしと、ここから自分の主張です。読み上げますね。しかし、忙しいと言って、教育を受けることを先延ばしにしていては、〇〇さんの、あなたね、〇〇さんの営業力をずっとそのままだと思いませんか、うん、いずれどこかで、どこかでね、決断しなければならないことですと、うん、しっかり時間を作って営業を学んでもらえればと思うのですが、
いかがでしょうかみたいな感じですね。まあ、再クロージングにこう入っていくわけなんですけれども、まあ、これがイエス・バット・ワホーですね。はい。まあ、ちなみにこのイエス・バット・ワホーに関しましては、欧州ワホーの基礎になってますので、まあ、これは確実にね、押さえておいてくださいね。まあ、多分知ってる人の方が多いと思うけどね。うん。はい。じゃあ、二つ目いきましょう。二つ目が質問ワホーです。多分、こっから聞いたことないって人が多いんじゃないかな。はい。まあ、ここから集中して聞いていただければなと思います。はい。質問話法ってのはこれ何かっていうとですね、そうですよねってまず肯定すると。で、そっから、つまり〇〇ということでしょうかみたいな感じでですね、質問をぶつけていくっていうのがこれ質問話法になります。図にするとこんな感じ。まず肯定します。で、肯定してから質問をぶつけていく。うん、なので、先ほどみたいに、つまりほにゃららということでしょうかじゃなくてもいいですからね。何かしらのこう質問をぶつけていくっていうのがこの質問話法になってます。はい。まあメリットですね。質問話法のメリットに関しましては、真の理由っていうのを深掘りできるっていうですね。まあこれかなり最強の理由なんですよね。多分これイメージ湧かないですよね。イメージ湧かないと思うし、僕もね結構説明しづらいので、もう先に具体例言っちゃいましょう。うん。この具体例を説明した後にですね、これ、真の理由を深掘りできるってところをですね、深掘りして解説します。はい。で、例えばあなたがね、お金がなくてって言ったとしますのね。うん、でその時にまず、はい、ワンクッションですね。そうですよねってまず肯定してあげると。でそこから見ていきましょう。ちなみにお金がないということは具体的にどういうことでしょうか、うん、質問してますよね。はい、差し支えなければ聞かせてもらえますか。はい、まあ、これが質問話法ですね。はい、なので肯定した後に質問を寄せるっていうのをぶつけるっていうのがこの質問話法になります。はい、では先ほどのですね、真の理由を深掘りできるっていうところをですね、今の具体例を用いて解説しようと思うんだけど、そう、お金がない真の理由って一体何なのかってとこなんですよね。多くのお客様ってそのお金がないとかね、結構言うんだけれども、反論としてね、言うんだけれども、クレジットカードと銀行の残高がないということでですね、このお金がないって言ってるのであれば、これはもうどうしようもないですよね。つか仕方ないですよね。これは正当な理由であって、言い訳ではないですよね。はい、まあそもそもお金がないんだったらなんで話聞いたんやって話にはなるんだけれども、はい、まあ理由としては正当ですよね。はい、しかしですね、中には直感で高いと感じてしまったがゆえにですね、お金がないってそのなんつうのかな、短絡的な思考でお金がないって言ってしまった人も中にはいるんですね。でこの場合ってお金がないわけじゃないですよね。はい、なのでクレジットカードの残高だったりとか、銀行の残高だったりとかをこう目の前で確認してもらえば、もしかしたら残高空いてる可能性ありますよね。はい、これが真の理由です。つまりお金がないって言ってる真の理由が本当に残高不足なのか、お金がないって言ってる真の理由が直感なのかで全然違ってくるわけですよ。なので先ほどのようにですね、具体的にお金がないってのはどういうことでしょうか、差し支えなければお伺いしてもよろしいでしょうかみたいな質問をぶつけることによって、顧客のですね真の理由をこう深掘っていって、で顧客自身もですねこれ気づいてないケースっていうのがありますので、顧客もあ残高あるし、ね、クレジットカードと例えば銀行にはいくらあってクレジットカードの残高これだけあるから支払えるわみたいな感じで、最終的にこう契約を率をこう高めていくことができるっていうのがこの質問話法なんですね。はい、まあ、割とこれねレベルの高い欧州話法なんですけれども、しっかりとですね覚えておくと、だ先ほどのねお金に関しましてはもうこの欧州話法、質問話法めちゃめちゃ使えるので、ぜひ使っていただければなと思います。はい、じゃあ3つ目いこう。3つ目はですね、例話法というものですね。これもめちゃくちゃ使えるから、これ絶対覚えておいて。はい、例話法って何かっていうと、トークからいくと、そうですよねってまず肯定すると。でそこから、ただ弊社のクライアントの中にはみたいな感じでですね、こう実例をぶつけていくというものですね。はい、図にするとこんな感じ。まず肯定すると。でそこから実例を申し立てる、申し立てるというか実例を言うみたいな感じですね。はい、弊社のクライアントの中ではとか、世の中の人はみたいな感じでこう実例を言うみたいな感じですね。まあ、信憑性のある例であれば何でも OK です。はい、でこれメリットをお伝えするとですね、これ僕のブログとか動画でもよく出てくるんだけど、社会的証明っていうのを使うことができるのがこれメリットとして挙げられます。社会的証明って何かっていうと、多数派の意見だったりとか、あと自分と似た人の意見に従いやすいという心理ですね。まあ、従いたいという心理ですね。だから例えばこんな感じです。みんながやってるから私もやろうとかね、まるまるちゃんもやってるから私もやろうみたいな、うん、こんな感じですね。これが社会的証明です。はい、でこの社会的証明ってですね、実は安心するんですよね。はい、多くの人がやってるとかね、そう、自分の知り合いのまるまるちゃんがやってるってなると安心するんですよ。だから気軽にですねこう決断することができるようになるんですね。安心してこう決断することができるようになるんですよね。はい、つまり契約率アップするということなんですね。うん、
じゃあ具体例見ていきましょう。具体例としましては、じゃあ先ほどの例いきましょうか。僕営業コンサルタントで、あなたがお客さんだとしますよね。であなたがですね、でもみんながみんな成功できるわけじゃないですよねみたいな、まあこれ実際の例なんだけど、であなたが言ったとしますよね。でその時にまずは、はいもちろんです、はい肯定ですよね、肯定するんでしたよね。はい、でそこからですよ、うん、ただ諦めずに継続しているクライアントさんは全員数字ベースでの成果を上げることができていますみたいな感じですね。わかります？はい、肯定をして実例を言いましたよね。でこのような例話法をぶつけられるとですね、安心するわけですよ。あ、じゃあ私も大丈夫かなみたいな、まあ、そうすることによってこう契約率が高まっていくということですね。で社会的証明最強ということでございます。はい、じゃあ4つ目いきましょう。4つ目が聞き流し話法と呼ばれるものですね。はい、まあ、これちなみにってものなんですよ。うん、まあ、どういうことなのかっていうのはですね、後ほど具体例で解説するんだけれども、簡単に言うと話をそらすためのこれ話法になってます。応酬話法になってます。はい、でこれね、僕実はあんま使わないんですよね。僕使った記憶ほとんどなくて、なんかね、あの無意識に使った記憶とかは、無意識に使った記憶っておかしいな、なんか無意識に使ったことはなんかありそうなんだけど、あのそんな僕使わないです。はい、まあ、なのでそこまで覚える必要ないかなってものなんだけれども、まあ、一応お伝えしておきますね。はい、でこれですね、この聞き流し話法に関しましては、検討しますって言われる、検討しますっていう反論ありますよね。この検討しますっていう反論の時にのみ僕は使うかなっていうイメージですね。はい、まあ、なぜかというと家に持ち帰られるとですね 100% 不買につながるからなんですね。はい、まあ、基本的に顧客って、まあ、検討しますっていう選択肢があったりするんですけど、検討しますって言ってですね、こう家に持ち帰りたがるんですよね。あの冷静になりたいっていうね、まあ、そういった理由をつけてこう検討しますって言うんだけれども、まあ、大体そういうの不買になるんですよ。そうというのもですね、基本的にはプレゼンテーション終わった直後っていうのが購入モチベーション高い状態で、家に帰ってしまうとですね、購入モチベーション下がっちゃうんですよね。はい、なのでこれ不買につながっちゃうから、基本的にはこう即決、その場で契約させることっていうのが重要なわけですよね。はい、まあ、なのでですね、まあ、検討しますと言われた時に、まあ、あの使うかなぐらいのイメージですね。じゃあ具体例お伝えしましょう。まあ、ここからですね、あのかなり具体的になっていきます。まあ、今のが多分イメージ湧いてない人の方が多いと思うので具体的に解説しますね。うん、じゃあ例えば、じゃあなたが検討しますと、家でしっかり検討させていただきますって言ったとしますよね。はい、でその後、はい、ちなみに、うん、先ほどお金がという心配をされていたのですが、それに関しては問題なさそうですか？わかります？話そらしたのわかります？検討しますをこう真に受け止めずにですね、話をそらしたんですね。別のところにこう話をそらしていくっていうのが、この聞き流し話法になります。イメージ湧いたかな？はい、という感じです。まあ多分想像してもらえばわかるんだけど、あんま使わなそうじゃないですか？はい、ということですね。うん。まあしかしですね、これ検討しますって言われたときは、この聞き流し話法を使いましょうねって僕言ったじゃないですか。はい、ただね、使わないです。やっぱりほとんど。なぜかっていうと、この検討しますってのはですね、実はクロージングの前に攻略できるんですね。はい、僕のブログとかね、YouTube 見てる方はもう知ってると思うんだけれども、これ簡単に攻略できます。はい、即決トークっていうのをですね、プレゼンテーションの前にぶつけていくことで、即決の契約取ることができるし、さらにですね、検討しますっていうのを攻略できるんですね。はい、どんなものかっていうとこんな感じです。はい、まあ、スクショ撮ってもらっても大丈夫なんだけど、まあ、もしも内容にご納得していただけましたら、この場でスタートしていただく形でもよろしいでしょうかみたいな感じのこのトークをですね、これ僕即決トークって呼んでるんだけど、この即決トークをプレゼンテーションの前にですね、しっかりとぶつけていって、お客様からイエス、まあ、つまりはいを取ってからプレゼンテーションすれば、基本的にはですね、検討しますって言われることないです。はい、うん、でなぜかっていうと、コミットメントと一貫性の原理っていうのがこれ働くからなんですね。はい、まあ、もう一回見るとですね、もしも内容にご納得していただけましたら、この場でスタートしていただく形でもよろしいでしょうかっていう、この、質問に対してですね、はいって答えてしまったことによって、この約束をですね、こう貫き通そうって思うわけですね。はい、だコミットメントと一貫性の原理って何かっていうと、この約束を貫き通したいと思う心理のことを言うわけですね。はい、で約束しちゃったもんだから、もう即決でやるか、即決でというか、やるかやらないかという選択肢しかないわけですよ。はい、だから顧客にとって一番便利なこの検討しますっていう選択肢っていうのは排除された状態でクロージングになるので、めちゃめちゃ契約率っていうのは高くなるわけですね。はい、ということです。まあ、以上が聞き流し話法ですね。はい、なので聞き流し話法をちょっとまとめると、聞き流し話法っていうのは基本的には使わないです。はい、で聞き流し話法を使わない理由としましては、プレゼンテーション前に即決トークをすれば基本的には攻略できるので、あんまり問題ないです。ただ即決トークをしたのにもかかわらず検討しますとかって言われたら、今の聞き流し話法を使ってみるのもありなんじゃないかなと思います。はい、じゃあラストいこう。否定話法ですね。はい、否定話法、これはですね、お任せくださいとかですね、あと決してそんなことはありませんみたいな感じのトークですね。
はい、で真っ向から否定するような、まあ、そういったですね、これ応酬話法になってます、はい、でメリットとしましては自信だったりとかその情熱を伝えることができますよね。もう一回見てみます、うん、お任せくださいとかね、で特に下決してそんなことありませんみたいな、これ真っ向から否定してるじゃないですか。で否定するのって基本的には良くないんだけれども、この否定話法っていうのを使うことによって自信とですね情熱っていうのを伝えることができるわけですね。でそうすることによって安心するわけですよ。あ、この人から商品サービス買ったら大丈夫だなとか、あ、この人から商品サービス買ったらしっかりとサポートしてもらえるなみたいな、そういった安心をこう与えることができるわけですね。はい、なので否定するときはこう正々堂々と否定するみたいなですね、まあ、そういった話法になってます。はい、でそうすることによってこう契約率上がるよねというお話ですね。具体例見ていきましょう、うん、例えばじゃあ僕が営業コンサル、あなたがお客様ね、はい、っていう例でご紹介します。また、うん、たくさんのクライアント、あなたのまずあれね、反論ね、はい、たくさんのクライアントさんを抱えていらっしゃるのに LINE や電話をしてすぐに対応してもらえるのでしょうか。まあこれね、何かのコンサルを受ける際はね、持つような反論なんですけれども、まあ、例えばね、サポートしっかりしてくれるんですかっていう反論ですよね。はい、でその時にですね、こういうわけです、当然ですと、うん、何をおっしゃってるんですかみたいなことをこう言うわけですね。まあ、これが否定話法になるわけです、うん、何かあればすぐに連絡してもらえればと思います、うん、みたいな感じですね。自信とか情熱伝わりません、はい、なので当たり前ですとかね、当然ですとか、何をおっしゃってるんですかみたいな、まあ、そういったですね、自信のある否定っていうのはすごくですね、相手にポジティブな印象を与えたりするのでね、まあ、ぜひ使ってもらえればなと思います。まあ、ただですね、これ使いすぎ良くないです。ここぞという時に使ってくださいね。うん、こればっかりやってても、なんだこいつってなるし、なんかこいつ自信過剰だなみたいな、逆にこうネガティブな印象を持たれたりするので、ここだって時に一発パーンってかますようにしていただければなと思います。はい。まあ、以上でですね、イエス・バッド話法、そして質問話法、例話法、聞き流し話法、否定話法についての解説は終わろうと思います。はい。で次ですね、ちょっとこれ以降また話を深掘りして解説していこうと思うんですけれども、応酬話法だけで契約率上がるのか、これよく僕聞かれるんですよね。はい、まあ、つまりこれまとめるとね、クロージングのスキルを極めて契約率上がるんですかって質問をですね、結構もらうんです。質問をもらうというか、まあ、僕が勝手に否定してるんだけれども、うん、まあ、これ結論言うと上がらんです。はい、実はですね、応酬話法ってそんな万能じゃなくて、応酬話法をですね、こうめちゃめちゃ鍛えたとしても契約率がガッて上がることはまずないと思っておいてください。はい、で理由としましては、クロージングのレベル上げはそこまで意味がないからですね、うん、まあ、詳しく見ていくんですけれども、大切なのはプロセスなんですよ。はい、先ほどもお伝えしたんですけど、まあ、営業って4つステップがあって、信頼があって、ニーズ、これヒアリングね、ニーズがあって、プレゼンテーション、そしてクロージングって、この4つのステップを通っていくんですけれども、このクロージングってそこまでですね、クロージングのレベル上げをしてもですね、そこまで契約率って上がんないんですよね。重要なのってこのクロージングじゃないんですよね。この信頼とニーズとプレゼン、このプロセスっていうのが重要なんですよ。クロージングに至るまでのプロセスっていうのが重要なわけですね。はい、でこれですね、販売心理学の神って言われてるブライアン・トレイシーさんっていう方ね、本もいくつも出してる方なんですけど、まあ、買ってみてください。ブライアン・トレイシーさんね、はい、って方が提唱してる概念があってですね、それがこの新販売形態と呼ばれるものなんですね。はい、まあ、契約に与える影響っていうのを4つに分けて、それぞれこう数値化した概念になるんですけど、まあ、具体的に見るとこんな感じですね、うん、信頼が契約に 40% 影響を与えて、ニーズが契約に 30% 影響を与えて、プレゼンが契約の 20% 影響を与えて、みたいな感じでですね、まあ、こんな感じです、イメージとしてはね。はい、だから信頼とニーズとプレゼンテーションだけでですね、 90% の契約が決まるってことなんですよ。ということは何が言えるのかっていうと、別にクロージングのスキルをね、ガガガって極めようが 10% の影響しかないわけですから、そこまでですね、契約に影響を与えない要素、うん、与えることがない要素っていうのを極めてもムキムキにしても意味ないよねってお話ですね。はい、なので鍛えるべきっていうのはやっぱり信頼、ニーズ、ヒアリングなわけですよね。あ、ヒアリングじゃない、プレゼンテーションなわけですよね。はい、ということです。じゃあ一つですね、質問させていただきたいんですけれども、プロポーズで大切なことって何ですかってお話なんですよ。はい、まあ、プロポーズね、した経験がある方は分かると思うんですけど、まあ、例えば好きな女性ができてプロポーズしたいとってなった時にですね、まあ、結婚したいわけですよね。でその時に重要なことって何かっていうとさ、別にプロポーズの仕方が問題なわけではないよね。はい、プレゼンテーション、プロポーズのですね、営業トークというか、その何だろう、トークをめっちゃこう暗記して、それを情熱的に伝えたから、ね、婚約、結婚してもらえるとか、そういうことではないじゃないですか。重要なことって何かって、それまでのプロセスですよね。はい、だからなんか浮気ばっかりしまくってね、
こう信頼がズタボロの状態でプロポーズ、いかにねいいトークでプロポーズしたとしても別にそれって結婚にならないですよね、ということと全く一緒です。つまりクロージングが大切なわけじゃなくて、それまでのプロセスということが大切なんだよってことですね。はい。でこれ営業も全く一緒なわけですね。もう一回繰り返しお伝えすると、クロージングはそこまで重要じゃないよってこと、うん、信頼とニーズとプレゼン、この3つ、このプロセス、クロージングまでに至るこのプロセスってのが契約に影響を与えるんだよってことを今一度ですね理解しておいていただければなと思います。はい。でもしもですね、この信頼の構築の方法だったりとか、ヒアリングの方法だったりとか、プレゼンテーションの方法に関しましては、僕のですねブログとか YouTube っていうのをチェックしていただけると、ブログに関しましてはね、あのカテゴリー分かれたりしてるんですけど、 YouTube に関しては再生リストっていうのがありますので、まあ、そちらからですね分けてみていただければいいんじゃないかなと思っております。はい。まあ、もしもですねこの動画がいいと思ったら、高評価とチャンネル登録の方をぜひともよろしくお願いいたします。ではまたお会いしよう。はい、どうも大谷です。現在僕は2つのオンラインサロンを運営しております。1つ目が科学の営業塾、2つ目ってのが科学のビジネスサロン。これら2つのサロンはですね、月額1620円の低価格の結果にコミットしたオンラインサロンになっております。さらにはですね、今だけしかもらえない限定の特典なども用意しております。興味がある方はぜひ YouTube の概要欄の方をチェックしていただければなと思います。ではまたお会いしよう。